さあこのコーナーです。営業マンです。よっ、よっと、それ課長やってまいりました。はい、今回は皆さんにもっと知ってもらいたいご加入者様限定で行っている還元イベントについての VTR です。それではどうぞ。福島君、はい、MCN では、はい、加入者還元イベント、こちらも手厚くやってるそうじゃないかね。それこそですね、先日営業マンのキャンプ取材でお世話になりました、J スポーツ3、こちらと協力してですね、オリックスバファローズ清武キャンプのスペシャルツアー、こちらの方を実施しました、うん、はい、さらにはですね、ディスカバリーキッズ科学実験館、コズミックカレッジといったですね、さまざまな内容のイベントを MCN のご加入者様に対して実施しております。いろいろやってるね。ああ、そうなんですよ。どうしてこんな大事なことを僕に伝えないのかね。はい、どうですか課長、この営業マンのコーナーでもですね、告知したイベントでもございますし、福島君、はい、福島君、はい、今後は僕に分かるように、はい、大きくこうまるで格好取ってもらってもいいかね。それじゃですね、こちらにあの赤いテープを一通り貼っときますので、はい、全部読みなさいと、はい、なるほど。そういえば、はい、福島君、はい、この間営業部内のホワイトボードに外出先親子サッカー教室と書いてあったけれどもだね、はい、あれも加入者、はい、還元イベントの一つかね。あ、そうなんですよ。私もちょっと実は参加したんですけれども、じゃあ君のその現場での仕事ぶり、はい、チェックさせてもらうよ。え、あ、そうなんですか。はい、本日はですね、 TBS チャンネルと共同開催いたします親子サッカー教室、こちらの模様をお届けしたいと思います。はい、MCN のご加入者50組の親子を無料招待して開催されました、今年で5回目となる親子サッカー教室。小学校1年生から4年生のサッカー好きなお子さんとその親御さんが参加してくれました。本日はよろしくお願いいたします。そのやる気のない感じはどうしたんだろう。やる気だけは間違いなくやる気のない感じやん。いえ、とんでもないですよ。え、はい、もう今日はですね、サッカー教室としまして、サッカーの魅力、あと実際にスポーツを楽しむ魅力っていうのをですね、まあ、参加者目線であの皆さんにお伝えできればと思いますので、ぜひとも今日は、水沼先生、水内先生、よろしくお願いします。お願いします。お子さんの、お相手を私の方で買ってですね、あの、まあ、ただお子さんの方が多分うまいと思いますけど、初心者なんで。ああ、そうですか。あ、よろしくお願いします。将来の夢は？プロ。プロ？ J リーガー。ん？ J リーグ。お、いいね。こんにちは。こんにちは。子供たち、こんにちは。こんにちは。元気がないな、こんにちは。やりきっていきましょう。お願いします。よし、だったら私の1、2、3、4、ファーストステージ、1、2、3、4、ファーストステージ。すげー。3回やりましょう。はい、最後。もう超簡単なことからやるよ。3年生は5回、4年生は6回くらいまでやってほしいんだけど。おじちゃんもやったよ。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12。おお、すごい。いや、あの、ほんと、プロのスーパースターだ。例えば野球みんな知ってる？はい、野球ってさ、キャッチボールするじゃない。浮いた球、浮いた球でパス。いや、もうそうですね、基本からということで、皆さん、お子さんもですね、もうバッチリこれからの試合に生かしてくれると思いますので、はい、さあ、後半は親御さん対子供たちの試合や、親子が手をつないだままでの試合、そして子供10人対プロ3人の試合など、普段味わえないような試合を楽しみました。今回のですね、サッカー教室、無事あの大成功に終わったんですけれども、
はい、改めてこの教室の狙いっていうところを何だったのかお二人にちょっとお聞きしたいんですが一緒にやったのに伝わらなかったんですかね。そういうことだよな。あ、いい、残念だよ。まあ親子サッカーということで、はい、まあお父さんまあ、お母さんもね、はい、数多く参加してくれましたけども、はい、自分の子供の成長ってものも感じてもらえたと思いますし、子供たちからすれば、あ、お父さんとお母さんやっぱりすごいなって思ったところもあると思うんですね。まあでも本当みんな元気よく楽しくやってくれたんじゃないかなと。はい、もう改めてですね、サッカーをする楽しさというところを教えていただきましたので、はい、お二人もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。君はやっぱやるね。水内水沼ご両人からも愛されてね。愛されてるんでしょうかね。愛されてるよ。非常に有意義なイベントだったと思いますね。はい、今後もですね、やはりイベントっていうものは随時続けていくっていうものにはなるんですけれども、皆様ですね、こちらはい、こちらのチャンネルガイド、お得な情報もですね、イベント情報も含めていろいろ載ってますので、まあ、ぜひともですね、またご一読いただければ、またこのチャンネルガイド皆さん楽しんでみてください。はい、はい、ここでちょっと大事な報告があるんですけれども。ん、どうしたんだね、はい、急に。なんだね、久島くん。はい、こちらですね、私久島篤郎、今回の収録をもちましてですね、まあ、営業マンから引退することになりまして。なんだね急に。木村特命課長、ノルマ達成率しかりですね、課長の MCN サービス理解度の低さなど、さまざまなですね、問題はもう私のせいというところでですね、ここは私が引責辞任という形で責任を取らせていただきます。いや、串間君、はい、引責辞任というのは上司がするものなんじゃないのかね。はい、まあ、今回24回目ということでですね、ジャイアンツの高橋監督の背番号なんですけれども、はい、まあ、区切りというのかね、はい、まあまあ考え直してくれないのかね。課長ありがとうございました。最後の話、いや意味がわからない。いや意味がわからない。もう壁に向かってしかもマイク出したのも急やし、あれも急やし、帰るとこも微妙やし、本当にで最後ちょっとズクさん肩笑ってたし、VTR 必死にこらえてましたよね。でも終わりですか、うん、いやちょっと本当ね、久島君も、営業部のやっぱ大切な戦力なんですよ、うん、まあ当然そうですよね、ちょっと忙しい営業の時間合間見つけては撮影の方に来てもらってたんで、はい、やっぱ本業の方もまたちょっと一味も二味もね、そうですね、こうちょっと味も上げながら、うん、頑張ってもらいたいなというふうに思っておりまして、なるほど、公認とかの方はいらっしゃるんですか。公認、またカッキーナイスパスやないですか。ナイスパス、素晴らしい。我が営業部にはですね、はい、いや我がっつっても今まで俺一人しか串間君しかいないんだけども、しかも彼が責任を取ってやめてますからね。本当ですよ。いろんな魅力的な営業マンの方いらっしゃるんで、はいはい、いろんな方のお力を借りながら、はい、また MCN のサービスはお伝えしていきたいと、はい、なるほど、ね、これから楽しみという、でも本当ね、もう串間君一応ね、まあ、今日節目ということで、はい、じゃあ一言もうメッセージだ、書きから串間君、私から、はい、篤郎さんのおかげをもちまして、たくさんの、ね、いろんな情報が分かりました。ちょっと私、貢献できなかったこと、成績に、ね、貢献できなかったことだけお詫びいたします。じゃあ、次は、はい、タケル君、はい、いや、串間さんの野球好きには僕もね、すごい感動しております。今度一緒にお酒飲みましょう。ありがとうございました。はい、もう尋常じゃなかったかね、知識はね。じゃあ、明君、はい、まあそういう串間さんへのメッセージをね、今一人ずつ喋っていますけれども、この時間の意味がわからないなって今ちょっと僕思い出してるのはこれ間違いなんですかね。いやもう、うん、すごい、僕がね、MCL の宝だと思ってますから。いやもちろんそうですね、でもなんか日に日にこうちょっと鈴木さんにディスりがきつくなってますから僕は大好きでした。いやいや、これからもっと頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで、串間君もね、今後また出る可能性もありますけれどもね、今後とも営業もよろしくお願いします。さあではここでお部屋にケーブルテレビ、ケーブルインターネットが無料でついている追聴ルームのご紹介です。
さあ今回はジョイハウスの物件をご紹介します。1軒目は河原町にある M スタイル河原、ケーブルインターネット無料の物件で間取りは 1DK、 間取りと収納スペースが広い物件です。敷金なし、礼金1ヶ月、家賃は4万4000円です。さあ2軒目は吉村町にあるコーポ日光、ケーブルテレビ無料の物件で間取りは 2LDK、 南向きで日当たり良好の物件です。敷金2ヶ月、礼金なし、家賃は4万8000円です。詳しくはジョイハウス電話 098525-133 までお問い合わせください。はい、以上営業マンのコーナーでした。